g マイナス一はアメリカ海軍の潜水艦。G 級潜水艦の一番艦。当初の艦名はシールであった。シールは1909年2月2日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1911年2月9日にマーガレット・ブイレイクによって命名浸水し、1911年11月17日に g マイナス一と 解明、1912年10月28日にニューヨーク海軍交渉で艦長ケネスホイッティング大員の指揮下収益する。シールはレイクトルペードボート社が合衆国政府から発注された最初の潜水艦であった。しかしながら、その要求は他の造船業者に対する要求に比べて最も厳しいものであった。同社は、 シールの建造中にその費用を受け取ることはなく、シールに要求された性能は、世界の他の潜水艦とは比べ物にならないくらい、高かった。G-1 は、その要求性能を満たし、いくつかの革新的技術を導入した。1体の固定式魚雷発射艦を艦首に装備し、艦板上には、水上艦艇の艦法同様に4門の魚雷発射艦を装備。 潜水時に原則に対して一発以上の魚雷を発射することができた。ニューヨーク沖での成長後、G-1 はロードアイランド州の海軍水雷ステーションに移動、1913年1月30日に到着した。大西洋潜水小艦隊に配属され、G-1 は翌1年半後、ロングアイランドサウンド及び、ナラガンセット湾での潜水訓練及び、 王日訓練に費やした。1913年10月の最終研修校を見に、備えて G-1 はロングアイランドサウンドで256フィートの震度への先行を記録した。予算の問題で G-1 は1914年6月15日にニューヨークで予備役となった。G-1 は1915年2月6日に、 ニューヨークで艦長ジョセフ・エムリー無注意の指揮下再収益し、G-2 潜水母艦フルトンと共に、その間によって3月25日に憲印され、チェサピーク湾を南に向かった。2日後にバージニア州ノーフォークに到着し、大西洋艦隊潜水小艦隊第3部隊の一隻として、ハンプトンローズで艦隊訓練に参加した。4月2日、オールドポイントコンフォート沖で、 G-1 は蒸気船、オーシャンビューと衝突、木製の艦首を破損した。ノーフォークでの短期間の修理後、部隊はサウスカロライナ州チャールストンへ向けて巡航し、4月17日に到着した。近海を巡航する間、航天のため2隻の潜水艦は激しく揺られ、スプリング油が漏れ、エンジンのリベットが飛び出した。チャールストンでの3週間に及ぶ。 修理の後、2隻はフルトン及び宝冠、キャスティンと共に5月6日にニューヨークに向けて出航、3日後に到着した。到着に際し、大西博艦隊潜水小艦隊、総司令艦副艦のイエイツ・スターリング・ジュニア大液少将が両艦を検査し、G 級潜水艦は現在、彼はそれらの軍事的価値はないと考え、科学的な実験分野で使用すべきであると主張した。 G-1 は5月23日にニューヨークを出港し、ロードアイランド州ニューポートに向かった。同地で水雷訓練の訓練官となる。さらに、ナラガンセット湾での港湾防衛と偵察戦闘演習に従事した。6月にニューヨークで小修理を受け、その後任務を継続、10月3日に潜水母艦オザークと共に、チェサピーク湾への訓練巡航に向かった。 フィッシャーマンズ島沖での数日間の訓練の後、G-1 は10月12日にニューポートに帰還し、検査と乗組員の交代が行われた。1週間後にコネチカット州ニューロンドンのニューロンドン潜水艦基地に向かった。12月4日、G-1 の乗組員が電池の充電を行っている間に循環ポンプが故障し、左限式が激しく加熱した。 この事故による修理と操舵装置のオーバーホールがニューヨークで行われ、その作業は13ヶ月間継続した。ドックでの作業中の1916年6月12日に G-1 には SS-19 の船体番号が与えられた。乗組員の完熟訓練が数日間行われた後、1917年1月23日にニューロンドンに向けて出港した。 G-1 はニューロンドンで実験、訓練艦として新たなスタートを切った。ニューロンドンに新たに設立された潜水艦基地及び潜水学校での訓練艦任務に従事し、拡張された潜水艦部隊に配属される士官及び兵の訓練を行った。同時にアメリカ合衆国の第一次世界大戦への参戦に再し、G-1 は 潜水艦網及び探索装置の実験を行った。その後もマサチューセッツ州、ナハンとプロビンスタウンで同様の任務に従事し、駆逐艦、エールウィン小海底マーガレットによる超音装置の開発実験と通信装置、K チューブの実験を支援した。1918年6月に沖合で U ボートが観測されたと報告を受け、G-1 は、 戦断の護衛として、南多決闘機で四日間の戦望鏡及び、常温偵察を二度行った。第一次世界大戦が終了すると、G-1 はニューロンドンの音響学校で歌詞カンペの訓練を行った。1919 19年8月、検査局の監査に不合格となり、G-1 はニューロンドンで廃棄のため保管される。1920年1月30日に、 フィラデルフィア海軍造船所に敬遠され、機材が取り外された後3月6日に退役した。G-1 は爆雷試験の標的艦に指定され、6月9日に兵器局の管理下に入った。1920年に G-1 は SS-20 の船体番号が与えられた。SS-20 という番号は海 -1 にすでに与えられていたが、 海 1>, -1 は1917年に退役していたため収益期間が重複することはなかった。1921年5月に総海底グレイブによってナラガンセット湾へ敬引された G-1 マイナスは6月21日にテイラーズポイント沖で8発の実験用爆雷の攻撃を受けた。爆雷の爆発で船体は損傷を受け海水が氾濫。 90フィートの海底に着底した。何回かの引き上げの試みはいずれも失敗し、船体は公式に放棄された。G-1 は1921年8月29日に除籍された。ありがとうございます。